何？どうしたの？なんか家の左半分は可愛いでできてるの？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速耳の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン耳の館へようこそ。お越しくださいました。それじゃあ今回は花いっぱいの春のフローラ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、フローラ村に出発。はい、フローラ村に到着。お、服が3種類ある？もしかして。夢の世界へようこそ。あなたは今、フローラという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のフローラの世界をご堪能を遊ばせ。ちなみにこのフローラ村は、外国の人の村です。ジャンパースカート。スモック。バレエの衣装。バレエの衣装？じゃ、スモック着たら可愛い感じになるかな。あれよね。幼稚園児みたいなやつよね。黒いローファー。バレーシューズ。これは？グレーのスウェットパンツ。あれこれ何やったっけ？光るスターアクセサリー。ほうほう。じゃあちょっとこれを身につけていきますか。じゃーん。あ、待って、こっちになんかアイテムもあるやん。中身は？あ、ピンクウサギ風船。紫の風車。あ、こっちやった。ピンクのハート風船。キキララのステッキ。あ、じゃ、キキララのステッキ持ってく、私。はい、これで。じゃーん。いいね、いいね、いいね。これでやんちゃな幼稚園児っていう感じになりました。あ、こっちにもあった。吹き戻し。バニラソフトクリーム。ピンクの風車。ピンクのスティックライト。なんかいっぱいあった。あ、こっち側はあれやね。全体的に動物たちが住んどる場所なわけや。あ、ちなみに村の名前になっとるフローラっていうのは、まあ、フローラってね、よく聞く言葉。よく聞く英語ではあるけど、英語っていうかラテン語なんかな。フローラは、まあ、春と花の女神様の名前でもあるらしいです。かわいい。ね、これ道の、この両端に、小さい花がいっぱい咲いてある。超可愛いんだけど。村全体もめっちゃ花咲いとるね。でもなんかうちのメイン村と違って、めっちゃなんかバランスいいというか、綺麗な感じがする。アンジェラさん。アンダーコンストラクション。アンダーコンストラクション。ちょ、待って、これ。これはもしかして。こっちからか。どこから入るんすかね。なんかめちゃくちゃ水に囲まれてるんだけど。ああ、桃の木の間から。あ、この辺あれか。庭ってことか。もうちょっと下からコントいかんかったよね。なるほど、なるほど。で、これ落ちてるの何？シャボン玉。え、めっちゃこれ豪華じゃない？庭先。うわぁ、お金持ちだ。お金持ちの庭だわ。じゃあお邪魔します。ああ、ほら。もう、入った途端に、ライオンたちがお出迎えしてくれるもん。ちょ、私、めちゃくちゃ、幼児が迷い込んだけど大丈夫？いや、お金持ちだからその辺はちょっと心広く迷子をかくまってくれるかしら。見て見て、部屋の片隅に、絵が。何これ？絵にぶつけようとしてるわけじゃないよね、なんか。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、この部屋は、まさしくキッズスペース。違うかもしれんけど。まさしく、今の私の格好、この場所にふさわしすぎるじゃないか。なるほどね。来るべくしてきたわけだね。ほら、アメちゃんとか落ちとるし。めっちゃいいやん。超似合うやん、この部屋。私、この絵のリメイクめっちゃ好きなんよね、家具。
超良くない？パステルチックな感じ。いや、いいわ。馴染むね。はい、そして奥の部屋へ。奥はバスルームやね。え？ベッドもある。え？バスルームじゃないの？もしかして。え？バスルーム？バスルームじゃないの？もしかして外国ってこういう感じの部屋とかあったりするの？なんかお風呂出てすぐにベッドがあったりとか、そういう仕様は私はよくわからないからちょっとびっくりなんだけど。いや、日本人とかやったらなんかこういう場所には情けな感じするやん。ね、そういう組み合わせはちょっと情けやろ。はい、そして右側へ。お、右側は、え、カジノ？って思ったけど、ベッドも置いてあるな。ただ単にその家具を使っとるって感じなんかな。そしてなんかちょっと怪しげな案内人。怪しげな案内人がいるけど、ここは幼児が迷い込んでもいい部屋ですか？私は左の部屋に戻っとけって言われそう。はい、そして2階へ。あー、かわいい。何、どうしたの？なんか家の左半分はかわいいでできてるの？めっちゃかわいいんだけど。てかあれやね、基本的に寝る場所いっぱいあるね。めっちゃあるね。なんやろ、やっぱお金持ちだから。いろんな人、ゲストルーム的な感じかな。子供たちも招き入れるし、大人も、大人の遊び場とかいろいろあるし。はい、そして地下へ。あ、地下はなんかすごい落ち着くナチュラルな感じやね。いいね、いいね。なんかちょっと、食べ物屋さん？そういう感じよね。食事処って感じ。え？ベッドがある。ベッドがある。どういう場所なんだろうか。なんかいつもさ、こうパッと見て、あ、この場所はこういう場所やねって思った途端に全くそこにそぐわないものが置いてあってすごくびっくりするんだけど。なんか発想が斬新だな。はい、お邪魔しました。なんかあれかな？アンダーコンストラクションって書いとったやんか、さっき。書いとったっていうか、言おったやん。ここの、アンジェラさんやったっけ？全然違う名前かもしれんけど。アンダーコンストラクション。アンジェラさん、あっとったわ。え、これってもしかして、え、実際にってこと？アンダーコンストラクションって、工事中って意味なんやけど、もしやまだ未完成とかそういうこと？え、でも未完成にしても置いてあるものは別にあれか。わからねえ。わからねえ。はい、それじゃあ、2軒目の家。2軒目。あ、いいね。てか、なんか、至るところにプレゼントが置いてあるね。あ、どうも。なんて読めん、ダリアさんかな。シープケイクスタンブラー。ん？これはなんか、ホームページ .com がついてないけど。タンブラー？あ、タンブラーか。タンブラーってあれよね、なんか投稿するやつよね、確か。なんかツイッター上とかにもあることない。どういう感情ですか？バジルさんかな。どうも、お邪魔します。この家の周りの水の感じとかすごい好き。いいね。そしてなんかこういう感じ、こういうなんかメルヘンな感じの家で、周り、こういうのって珍しくない？もうちょっとなんかみんなね、合わせていきそうな感じやのに。かわいい！めっちゃかわいい！え、なに？パーティー？パーティーなの？見て、なんか犬同士お見合いしよるみたい。え、超かわいいんやけど。超メルヘンやね、なんか。カフェ？そういうわけでもないんかな。なんかのパーティーが行われよる。はい、それじゃ左の部屋へ。お、左側は、結構なんかチマッとした感じの部屋やけど。独特な雰囲気が。なんかこの壁紙がめちゃくちゃも独特な雰囲気醸し出してるよね。はい、
そして奥の部屋へ。あ、さっきの部屋はなんかキティちゃんやったけど、こっちの部屋ポンポンプリンや。あ、もしかして周りの部屋全部なんかちょっとサンリオ系使っとるって感じかな。まあ、一応なんかこの壁と椅子だけではあるけど、でもカラーをポンポンプリンに合わせてきてるよね。黄色と、あの、黄色。黄色と黄色。あ、まあ、ここもあれか。マイメロって感じなんかな、ここは。色合い的に。風船もウサギやし。ピンク系やし。はい、それじゃあ、右の部屋へ。はい、右側は、こんな感じ。ここは？庭？庭なのか？でもなんか周りがめっちゃ、海中っぽい感じ。海中っぽい感じ。なんかすごい静かなんやけど。ここは？水の中なの？でもなんかキノコ生えとる。水の中にも生える？生える？なんか不思議な空間。そこに座って一体何を眺めるのか。はい、そして、2階へ。あ、2階はグレースや、グレース。あれ？てかあれだな、私の予想がことごとく裏切られていく。あれ、キキララとかがなかったぞ。さ、サンリオで統一されてはいなかった。これあれよね、壁もグレースのやつよね。こんな感じなんや。私、あ、なるほどね。あれやね、家具とかはなんかめっちゃ青地にって感じやけど、白地なのね。なるほど、なるほど。まあ、そっか、全部青地やったらちょっと不気味な感じになるか。はい、そして地下へ。あ、地下かわいい。ケーキ屋さん？カフェ？いいね、いいね、いいね。あ、ここはちゃんとカフェって感じだ。クマがお客さんかな。そういう感じ。あ、シナモンや、シナモン。シナモンはあった、ちゃんと。キキララがなかったんじゃないか？あったんかな？なかったような気がするけど。まあ、あれだ、キキララだけ多分集まらなかったんだ。っていう勝手な予想。カードが手に入らなかったんだ、きっと。ほい、お邪魔しました。この家は全体可愛かったね。あ、君の方の家だったのね。あの、男の子の方かと思った。なんか、ねえ、だってこの子、結構離れたところにおらんかった？君の家はこっちなのね。なるほど。あ、可愛い。あ、この家好き。いいね、このなんか、水色の感じに、お菓子の扉。お邪魔します。落ち着いてる。なるほど。まあ、こっちは確かに男の子って感じかな。向こうが男の子の家かと思っとったけど、めっちゃ少女趣味って感じやったけど。綺麗にまとまってる感が。はい、こっちが。こっちは？あ、なんかすごい。あれよね、あんまりなんかこういう置き方みたいなのってせんことない？あの、日本の人って。え、なんか、いいね。個人のスペースなんやけど、透けてるっていう。守られてるのかどうかはちょっとよくわからない感じ。なんかおしゃれ。すごいおしゃれ。いいね、いいね。はい、そして、奥の部屋へ。お、あ、奥和風？なんか周りジャングルやけど。え、なんか、そういうイメージなわけじゃないよね、日本。秘境みたいな。ちょっとなんか奥に進んで、秘境の奥に進んでったらこういう和の空間が。え、いいやん。いいやん。あ、そういえばケロッピもなかったね、さっきの家。なるほど、もしかしたらこの家に詰め込まれて。あ、でも、やとしたら、一軒目にキキララあったか。
あったね。サンリオ全体的に使われとんか。あの家だけで考えよった。はい、右側。お風呂。お風呂やけどなんか目の前にソファーがある。あれなんかな？なんかお風呂場にさ、椅子置いとるとこって外国で多いの？もしかして。そういうことじゃないんかな？なんかお風呂から出てなんかちょっと一旦休憩みたいな。もしかしたら実際はソファーじゃなくって、ちょっとなんかプラスチックでできたベンチみたいなのかもしれんけど、そういうのあったりするんかな？なんか文化が違うけんよくわからんよね。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階の雰囲気好きかも。なんか散らかってるけど。散らかっとるのが好きっていうことじゃないよ。散らかっとるのが好きってことじゃなくって、なんか、色味？多分私あれだよね。ピンクもそうなんやけど、水色も好きなんよね。なんかすごい可愛い、この統一感。え、どうしたらこれなんかめちゃくちゃになってるけど。クマさんたち荒らした？そういうことじゃないんかな。可愛い、この部屋。はい、そして、地下へ。あ、なんか地下は急激に、急激になんかいいね。落ち着いてるわ。いや、入り口入ってすぐのところも落ち着いとったけど、なんか私ね、この、こういうログ系の、ログハウスとかの、こういう家具とか使ってのやつはなんかなんやろ。おじいちゃんおばあちゃん系の安心感があるんやけど、わかるみんな。なんかそういう落ち着き感。だってさ、なんかこういう暖炉の前とかでさ、なんかログチェアとかに座って、なんかゆらゆら揺れながらおばあちゃんがなんか毛糸で編み物してそうやん。わかるイメージ。綺麗めっちゃ。いいね、いいね、この空間。これは何？コンソメスープかなんかかな？そしてアップルパイ？いいね。こっちやった。ほい、お邪魔しましたなんかすごい組み合わせとか置いてあるものもなんか設定みたいなものとか不思議やなって思うこととかも多かったけどでも全体的にすごい綺麗やねてかとりあえずこの街並み超綺麗じゃない桜いいねほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いいね。この格好の意味あったんかな、なんか。やっぱ最初の家のキッズルームみたいなとこ？